Энэхүү хичээлийг судлахын тулд та нар маань Япон хэлний N3 хүртэлх төвшний мэдлэгтэй буюу өдөр тутмын яриаг Япон хэлээр чөлөөтэй ойлгодог байх хэрэгтэй гэсэн. Хичээл маань ерөнхийдөө Япон хэлээр явагдана. Хэдүүлээ шаардлагатай тохиолдолд Монгол хэлээр тайлбар хийгээд явна гэсэн. За, ингээд бүгдээрээ өнөөдрийн хичээл рүүгээ орцгоё. Коннитива. Минасан, кёмо генки ни яттемас ка? Нихонго но сенсей Асэру десу. これから JLPT 皆さんも知ってると思うんですけど、日本語能力試験の2級にある文法を教えていきます。2級の文法って全部合わせて一番大事な140個ぐらいあるんですね。で、それを1個ずつ全部教えていきますので、皆さんも先生と一緒にお勉強を頑張りましょう。はい。皆さん、これから文法に入りましょう。じゃあ最初の文法はあげくという文型ですね。あげく、はい、意味は優しい日本語で言うと結果という意味です。じゃあ結果って言って2つの点を皆さんに覚えてほしいのね。1つ目はいろいろしたけど最終的にという意味。いろいろしたけど最終的にということは1回の動作ではこの文型を使わないということですね。はい、2つ目はいろいろ努力しましたが結局ダメだったという残念な気持ちが含まれています。なのでマイナスな内容を表すときにこの文型を使います。この2つの点を覚えていれば皆さんこの文型は問題ないです。はい、これから接続に入りましょう。接続ですね。動詞はたけプラスあげくです。例えば迷ったあげく、悩んだあげく、急いだあげくとか使いますね。じゃあ名詞だと名詞のプラスあげく、例えば残業のあげく、苦労のあげく、口論のあげくとか。口論ということは簡単に言うと口喧嘩のことですね。はい、これから例文に入ってみるともっと分かりやすくなると思いますね。はい、例文に入りましょう。1番、散々迷った挙句また同じところに戻ってきてしまった。はい、何回も迷ったのにまた来てしまったという残念な気持ちですね。はい、2番、今日店に来たお客さんは1時間も悩んだ挙句結局何も買わなかった。ちょっと店員さんには迷惑なお客さんですね。この人1時間も悩んだのになんで何も買わないだろうって思っちゃうよね。はい、3番、人気のラーメン店に2時間も並んだ挙句売り切れで食べられなかった。残念ですよね。せっかく2時間も並んだのに食べられなかったという残念な気持ち。はい、4番、毎日の残業の挙句田中さんは倒れて入院することになりました。あら、倒れて入院するって大変ですよね。こういうふうにマイナスな結果を表すときにこの文型を使います。マイナスの結果だよ、忘れないでね。はい、じゃあみんなでこれから少し簡単な丸×クイズをやってみましょう。はい、いきますよ。1番、浪人した挙句医学部に合格できました。合格できました。合格できるっていいことですよね。だからこれはもちろん×です。はい、次、一生懸命走った挙句バスに乗り遅れてしまった。バスに乗り遅れてしまった。皆さん考えてみてください。丸ですか、×ですか。はい、そうです。これはもちろん丸ですよね。どうしてかというと乗り遅れてしまうということは一生懸命走ったんだよという気持ち、残念な気持ちですよね。はい、3番、彼女はいろいろと悩んだ挙句結婚をやめてしまった。結婚をやめてしまった。はい、丸ですか、×ですか。少し時間あげるね。
そうです、これは結婚をやめてしまった、だからこれは丸ですよね。はい、4番、毎日無理して遅くまで働いた挙句部長に褒められました。褒められました、丸ですか×ですか。はい、そうです、間違いないです。これはもちろん×です。部長に褒められることはいいことですよね、皆さん。だからこれは×ですね。はい、最後の文です。彼は1時間も私たちを待たせた挙句今日の打ち合わせは中止したいと言った。はい、考えてください、丸ですか×ですか。はい、これはもちろん丸です。どうしてかというと、1時間も待たせたのに打ち合わせを中止するって残念なことですよね。1時間は無駄になっちゃったという意味で、こういうふうにこの文型を使います。はい、というわけで今日の授業はここまでです。次回も一緒に動画を見てくださいね。ではバイバイ。Томьёо апитатад гадаадад суралц.